上田さんがスタート、まあ、いわゆる切りやすいカウントっていうのはどういうカウントなんですか？まあ、僕カウントとかはなくて、僕結構ピッチャーの、その何ですかね、動き出しに合わせて動き出す前に動くっていうのをずっとやってたんですよ。これは今去年まで楽天で監督されていたミキさんに教えてもらったんですけど、要は盗塁は用意ドンじゃないと、ピッチャーが足上げるだろうって思った時にスタートを切るんだっていう、でその練習をねずっとやってたんですよ。山田もそれずっとやってたんですよ。それ怖くない？でもピッチャーが足上げる前にスタートを切るのは怖いんですけど、それができてくるとものすごい面白くなるんですよ。例えばそのアップとかにするときに、そのトレーニングコーチの人が笛を吹くじゃないですか。ピーって吹くじゃないですか、うん、その笛の時もピーって吹いてから走るんじゃなくて、もう吹く瞬間ぐらいに走るっていう練習をするんですよ。だそういうのとかで僕結構養ってましたね。なんかいろんなそういう感覚っていうか、人間のなんかそのなんだろう、パターンっていうか、そのなんかそういうのとか結構やってましたね。セカンドアップの時に軽いダッシュするときに、山田はめちゃくちゃ全速力で一本走りますから、それ見といた方がいいですね。そこで最後のスイッチを入れるって感じがない？そうですね。